7月11日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。どうですか、昨日よりマシですか、暑さは。若干ね、低くなってますね。都心ではでもね、34.1度今のところ。 34.1 度、昨日確か都心は36度台でしたから。そうですね、まあ2度ぐらい低い、2度違うとだいぶ違いますね、はい、感覚は。そうですね、埼玉もね 36.5 度ですから。いや、昨日ね、冒頭でまあ言おうと思ってたんだけど、なんか違う話し始めちゃったんで、はい、その話をしなかったんですが、よくありますけどね、そういうこと。驚いちゃったんですよ、はいはい、昨日。まあそれにしても今日も暑いですね。暑い、今日も暑いです。ゆうまいと思えど今日の暑さかな。暑い、これ、あの、読み人知らず、読み人知らず、まあ要するに誰が作ったか分かんない句ですね。はい、ゆうまいと思えど今日の暑さかな、なんですよ。これ、あの、言い換えてね、ゆうまいと思えど今日の寒さかなっていうこともあるんですが、はい、でもね、やっぱりしっくりくるのは、もともとオリジナルはゆうまいと思えど今日の暑さかなのはずです。というのは、やっぱり江戸時代なんか、寒いことに関しては、まあいいや、火もすとか火鉢だとか、結構対処方法がないではなかったんです。ね、そういえば、あの、うん、同じ文脈で言うと、平安時代の、あれは誰だっけな、つれづれ草かな、はい、違うな、吉田健康、違うな、うん、多分清少納言、まあなんかそのあたりですけども、随筆エッセイの中でですね、あ、はい、まあ、平安時代の作者のエッセイっていう言い方どうなんだっていう気もしますが、でもエッセイ的に、建物は当時、とにかく平安時代の人が言ってるのは、建物を建てるときには夏のことを考えて建てなさいと、はい、まあ、京都はまあ元から暑いわね。だから今はまあ東京とか大阪、ヒートアイランドでだいぶ暑いですが、京都ってやっぱり盆地で内陸ですから、はい、だから夏の暑さって耐え難かったんだと思いますよ。だから平安時代の人はですね、とにかく家建てるんなら夏のこと考えて建てなさいと。なるほど。冬の寒いの、冬はまあ確かに京都はね、冬も寒いっすよ。底冷えしますからね、はい、うんうん、底冷えして寒いんだけど、でも寒いのはなんとか対処の方法がある、うん、重ね着するとか、そうそう、火鉢になんかくべるとか、そうそうそう。ところが当時の技術では暑いのはどうにもならないですからね。エアコンないんですもんね。そうなんです。今はエアコンってやつが一応ありますから、はい、まあなんとかエアコンつけてしのぐかっていうのはありますけれども、そういうことができなかった時代は、寒いのは重ね着するとか火もすとかなんか方法あるけれど、暑いのはどうしようもないよねと。うん、言いたかないけど言って。だってもう解決しないんだから言うなよ、暑いって、うん、暑いって一回言ったら、あの、100円ずつ取るぞみたいな我々子供の頃はまだエアコンが普及してませんでしたから、とにかく暑いって家庭内で言うと罰金取るみたいな。そんなですか、暑いのはもうどうしようもないんだからもう我慢しろよっていう、そういう時代にやっぱりね、あの、言うまいと思えど今日の暑さからっていうのは、うん、まさにあの一般の人の気持ちを見事に代弁してるよなぁと。で、なんでこんな話を始めたかというと、はい、昨日猛烈暑かったじゃないですか、猛烈暑くて初めての経験で驚いたことが一つあったんです。何ですか？昨日ね、この日本放送の入り口くぐるときに、もう、あの、5月の連休明け以降、コロナに関して言うと、まあ、いわゆる感染症予防法上の2類相当から5類相当に変えましたから、はい、5類相当に変えたんで、うん、まあ、この局でも入るときに、それまでは義務だったんですよ、体温を測るのが。ね。だから必ずあの、受付の前の温度計のところのセンサーみたいなやつのところに顔をこう映すとですね、ブーとかピーとかピンポンとかですね、なんかあの、基準の体温内ですとか、なんか異常ありませんとか、なんか、機械が喋るわけですよ。うっせえな、こら、みたいな。だけど、あの、うっせえな、これを毎日経験しないと、この局には入れてくれなかったんですが、で、連休明け以降、平常化というか正常化しまして、だけど、
温度計置いてあるんですね。そうですね。で、温度計の時に、温度計の下に、私最近気がついたんですけど、気になる人は測ってくださいっていうような文言が書いてあって、そう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 、要するに義務ではなくなったんです。だからはい、あそこでいちいち立ち止ま、それまではとにかく連休明けまでは立ち止まって、あそこで体温を測らないと中に入れてくれなかったんですが、はい、うん、今は体温は任意なんで、一応機械が置いてあるだけで任意なんで、測らなくても入れてくれるんだけども、習慣というのは恐ろしいもんですね。うん、あの前立ち止まって、体温測らないとなんか落ち着かないんですよ。今でも毎回ちゃんと測ってる。あ、私見ても、あ、測ってません。私割とね、さっと来ちゃったりします。あ、私も 100% 測りますね。そうですか。100% あそこの足型ついてるところの、足型にこう、とにかくミリ単位で足の型をこう合わすところから始めるんですよ。はいはい、私、ああいうのすごい気になるんです。で、足型通り足をピタッと合わせてですね、ちょっと微妙な角度で足こう、開かなきゃいけないんですよ。そんなとこまで見て合わせてる。微妙な角度で足を開いてですね、で、あの、温度計のモニターのところにグッと顔を突き出してですね、あそこにモニターのところに顔のサイズで線が引いてあるじゃないですか。はい、その線のところにピッタリ顔がはまるように。そうなの。そう、もう私ね、ものすごく几帳面なんです、こういうところ。あ、そう。そこで、体温を測ってもらうわけですよ。で、通常、冬でも春でも夏でもですね、このところずっと 36.1 度から 36.3 度までの間だったんです。ずっと高くても 36.3 度、はい、低くても 36.1 度ぐらいで、その間で、もう私の、顔の表面温度っていうのは 36. ちょっとぐらいなんだろうなってこう思ってたら、昨日、いきなり37度、うん、あ、これは驚きました。37度だとあの機械の基準内なんで、ビートもブートも言わずに OK ですみたいなことを言って入れてくれるんだけれども、はい、私は自分の中で、37度、別に体調悪いわけでも何かあの、ね、発熱してるわけでもないんですが、はいはい、とにかく暑い中を歩いてくるんで、体の表面が温まって、いわゆる私の基準の体温よりも、外気に影響されて体温が上がってたんだと思いますよ。昨日この日本放送の入り口入った時、あの温度計に37度って言われた時には。まあでもドキッとしますよね。驚きましたね。え、37度俺どこ悪いんじゃねえかみたいな。なんか 37.5 度ぐらいまでは異常なん、それより上がると異常なんで、なんか音が、ね、それより下はクリアだと、クリアにしてくれるみたいです、はいはい、ただね、私ね、最近ね、経験したんですけど、これ大手のマスコミ言わないのは本当に立ち悪いと思うんですが、はい、いきなり真面目な話してごめんなさいね、なんですが、はいはい、うん、私の関係者がですね、はい、施設の中で転倒して骨折したんですよ。施設の中で、ね、施設の中で転倒して骨折して、はい、うん、それで骨折ですから本人は痛い痛いって言いますよね。でも明らかに骨折してそうなんで、病院に運ばれていったんです、はい、ところがですね、これあのコロナが5類相当に転換して以降ですよ、つい最近の話なんです。ゴールデンウィーク明けの話なんですよ、ところが入院させてくんないんですよ。え、治療もしてくんないんですよ。未だになんかなんでかっていうと、はいはいはい、入院前に、コロナ検査が行われたら陽性出ちゃったんです。ああ、何も症状出てないんですよ、はいはい、何も症状出てなくて、施設の中で転んで骨折した人間だから、骨折だからすぐ見てもらえるだろうと思って、それもまああのこの時代っていうか、コロナのね、あの二類相当で厳しかった時代じゃありませんから、はい、もうコロナ明けなんで、うん、普通に見てくれると思ったら、うんうん、今でも多くの病院では入院に際して検査をして、コロナが陽性になった場合にはコロナ病床じゃないと受け入れてくれないっていう。で、私ね、だから最近ね、おかしいなと思うのは、沖縄なんかで医療が逼迫してます、医療が逼迫してますって言うじゃないですか。いや、ベッドがたくさん余ってるはずなんですよ。だけど、まあ、2類相当、つまり5類に落ちるまでだったら、確かにコロナで収容できる病室、病棟、ベッドじゃないと収容できませんから、そういう状況の中でコロナの感染者が増えると医療逼迫するっていう一つの原因になってましたが、今は検査しないっていうか、インフルエンザと同じ扱いだから、いちいちその骨折した時にインフルエンザの検査するかっていうとしないじゃないですか。ところがですね、ゴールデンウィーク明け、5類相当、感染症予防法上の5類相当のインフルエンザ並みになったというふうに政府は発表してますけど、実際医療現場の運用としてはそうなっていないから、逆にそれで医療逼迫が起きてる現状があるんだけど、これについて一切マスコミは報じないし、政府もなんかあの世論対策もあってですね、いや世界に比べて随分日本の対策が遅れてるよみたいな批判があったんで、
まあ、それに押される形で2類相当から5類相当に変えました、5類に変えましたって言うんだけども、でも多分それは国民向けのアピールでそういう文言を使ってるだけで、うん、医療機関に対する説明とか指導とかやってないんだと思いますよ。現実に私の身内が施設で骨折して何のコロナの症状も出ていないのに、うん、コロナの検査されて陽性で骨折の治療してもらえないっておかしくないか。だってコロナって普通の病気扱いになったはずじゃないのか、はいはいね、現実に運用ではそうなっていないと。これやっぱり日本政府がちゃんと病院その他医療機関に対して指導を行っていないということの、まあ、証左であって、はい、私自らそれを経験してですね、なんかやるべきことをやってないよねこの政権っていう感覚をものすごく持ちましたね。いや不安ですね、個人的体験の中で。そういう話を聞くとね。そうなんです。だからね、あの国民向けのアピールとしては、感染症予防法上の5類相当になりましたよって言うんだけど、実際の現場の運用そうなってないっていうのを身をもって感じまして、何やってんだかこの国はっていう感覚を持ちましたが、いや今日そんな話をしようと思ったんじゃなくて、とっときのネタがあったんですけど、とっときのネタ行く時間が完全になくなってしまいましたね。そうですね。じゃあとっときのネタのヒントだけ忘れないようにお話し取りますから、はい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 、いいですか。何か今取り出そうとして、はい、カバンが出てきましたね。カバンが出てきましたね。カバンの中から、はい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 、なんでしょ、ビニール袋。これね、これなぜか知らないんですけど、お金取られなかったんですが、中を見てください。あ、干し椎茸。はい、これにまつわる話は後日いやだ気になる。何それだってもうこんな時間だもの。まあまあまあ、そうですね、賢明な判断ですね、はい、それね。まあ、まあネタが干し椎茸ですからそんな命に関わるような話じゃないですから、はい、じゃあちょっとね、どこかのタイミング、もしくは後日に期待しております。そうですね、はい、覚えておいてください。はい、なんか私が今日は、ね、あの自慢げに干し椎茸をカバンの中に突っ込んでいたということを、はいはい、合言葉干し椎茸でお願いします。どんな合言葉だよ。いやなんかね、はい、じゃあ株とか焦っちゃっていいですか。あ、お願いします。はい、今日の東京株式市場、日経平均株価6営業日ぶりに反発しました。昨日と比べて13円84銭高い3万2203円57銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式相場上昇の流れを引き継いだほか、昨日までの5営業日で1500円以上値下がりしたため、割安感の出た銘柄が買われました。ただ円高ドル安が進んだことで下落に転じる場面もあったようです。で、為替相場現在1ドル140円80銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると1円80銭ほど円高になっています。あ、2週間ぐらい前に145円まで行ったのに、はいはいはい、あっという間にちょっと5円ぐらい戻りましたね。うん、はい、さあズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台にズームする話題は、今イスラエル軍が過剰な実力行使を続ける背景とはということで、中東研究がご専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。スタジオ生出演です。で、5時台はトルコがスウェーデンの NATO 加盟に同意というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでズームをミュージックリクエストをお送りいたしますが、あなたの選んだ一曲をお送りいたします。今日のお題は、体温計にあなたは37度ですと言われた時に聞きたい曲。体温計にあなたは37度ですと言われた時に聞きたい曲。ああ、なんか発想が広がりそうですね。なんか結構ありますよね、うんうん、ありそうな気がする。熱体温に関わる曲ってありますよ、はいはい、ある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 、はい、ちょっとよく、いや、どうしようかなと思ったんですよ。あの、隣の人がカバンの中に干し椎茸を詰めてた時に聞きたい曲それ難しいですね
じゃあやめます。じゃあ、はい、体温計37度にします。はい、はい、と言われた時に聞きたい曲、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク。なかなかビジネスバッグに干し椎茸詰めてる人、うん、そういないでしょ。なかなかちょっと怪しいですよね、突然。袋のままですしね、大きいの。はい、いやー、椎茸は素晴らしいですよ。いや、素晴らしいと思います。椎茸は素晴らしい。知ってますか？これも、主婦の間では常識ですが、まあ、主婦じゃなくたって常識なんですが、椎茸、はい、の栄養価は、乾燥椎茸、干し椎茸の方が生椎茸より高いというね。って言いますよね。はい、凝縮されるからなんですかね。なんか、なんかが変換する、ビタミン D、D、なんかビタミンがなんか、一遍太陽にかざして干すことによって、変化するんだ。はい、なんか変化するみたいなことを聞いたことがありますが。なるほど。はい、適当なこと言ってます。はい。まあでもお題の方は体温が37度と聞いた時に、私の言ってることの大体7割ぐらいは嘘ですからそんなに嘘だったんですか。まあ、じゃあ一応ご自分でご確認をしてね、ラジオを聞きながらチェックしてください。3割の本当のところにね、真実が隠れているんですよ。そういうことですよ。3割を聞き逃さないように今日もね、お楽しみになってください。メールはズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。ではこの後はズームフラッシュをお送りします。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。九州北部を襲った記録的な大雨から一夜明けた今日、2人が安否不明となっている佐賀県唐津市の土砂崩れ現場では、警察や消防など200人体制の懸命な捜索が続いています。この大雨で福岡県と佐賀県で合わせて6人が死亡しました。気象庁は今日、その九州北部について引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけました。また北日本では今日、西日本から東日本では明日にかけ、落雷や竜巻などの激しい突風に注意する必要があるとしています。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は昨日、トルコがスウェーデンの NATO 加盟に向けた批准手続きを進めることで合意したと発表しました。スウェーデンの加盟が事実上決まりました。ロシアの独立系メディアメデューサは昨日、ウクライナ侵攻後のロシア軍の死者が独自調査でおよそ4万7000人になったと推計しました。一方、ロシア国防省は去年9月に5937人と発表して以降、更新していません。岸田総理大臣は今日午前、リトアニアとベルギー訪問のため、政府専用機で羽田空港を出発しました。NATO 首脳会議と EU との首脳会議に出席します。また、韓国のユン・ソンニョル大統領とも会い、東京電力福島第一原発の処理水放出計画について説明し、理解を求める方針です。日本とアラブ首長国連邦 UAE の両政府は、UAE の脱炭素化に向けた技術協力で合意する方向で調整に入りました。日本の新興企業が UAE の企業と共同で新規事業化に取り組む環境を整え、 UAE から活発な投資を引き出す狙いがあります。アメリカの SNS 大手メタの短文投稿サービス、スレッズの利用者がサービス開始5日で1億人に達しました。2ヶ月で利用者が1億人に上ったとされるチャット GPT を上回り、アプリ分野では最速のペースで広がっています。サイゼリアは昨日、粉チーズの無料提供を終了すると発表しました。原材料高を受けて外食チェーン各社が値上げを進める中、サイゼリアは価格を据え置いていて、無料提供サービスや業務効率の見直しで低価格を維持していく考えです。サイゼリア、はい、サイゼリアよく行かれる方はもう説明する必要もないと思いますけれども、自由に使えるものとして塩であるとか唐辛子のフレークであるとか、特製ホットソースであるとかオリーブオイルみたいなやつが、うん、まあ自由に使えますよと、はい、でそこにチーズもあったんですけど、粉チーズもあったんですが、今後その粉チーズに関して言うと、無料提供はやめますと、うん、いうことで、
このニュースに関して、なぜこのニュースで喋り出したかには若干理由がありましてね、はい、このニュース、今日私昼間見てたワイドショーで、エンディングでやってたんですよ。その時、司会者がですね、このニュースを伝えた後で、悲しいですって言ったのね。悲しいです。なんちゅうコメントなんだよと、もうちょっと思ったんだけど、だけどちょっと引っかかったんですよ。粉チーズ悲しいです。粉チーズ悲しいっすみたいな、なんかこれもしかしてダジャレだったんじゃないかと思ってですね。ダジャレ。すっごい心に引っかかったんですが、もう一つ引っかかったのは、はい、いや無料提供終了するは分かりましたよね。で、あの粉チーズも結構あれ、粉チーズってやっぱりね、あのその手のものを塩なんかに比べると圧倒的に単価が高くてですね。でこれあのいくらでサイゼリアが粉チーズを仕入れてるかなんか分かりませんけれども、市販のチーズと比べるとですね、はい、やっぱり大さじ1杯分ぐらいで何十円もするんですって、普通の市販の粉チーズ。だからあの中にはですね、まあチーズで腹を膨らましてやろうぐらいの勢いでチーズかける人がいるらしいんですよ。山盛りだから一部にやっぱりそういう人がいるので、うん、こういう対処をせざるを得なくなったということもあるし、やっぱり原材料費の引き上げ、うん、やっぱりあのサイゼリアっていうと低価格が売りですから、はい、そうするとまあ商品の値上げをする前にできるだけいろいろ経費の切り詰めを考えたときに、やっぱ粉チーズ無料使い放題はちょっとないんじゃないの。ですごい気になるのは、じゃあ今後粉チーズかけたい人はどうしたらいいのって話ですが、これがね全くニュースになってないんですけども、今横でなべちゃんが必死になって調べてくれてましてですね、今後欲しい人はですね100円プラスすると使える。だけどそれ100円プラスすると使い放題なのかどうなのかしら。だからこの手のやっぱりね、今までサービスでの食べ放題みたいなやつが、このインフレの時代で値段を単価上げると客の数に響くので、ちょっとずつ制約していこうということで言うと、はいはい、私は次のターゲットになるのはですね、うん、牛丼屋の紅生姜じゃないかと思うんですよね。そんな話題さっきもね出てましたけどね。出てました。どこで？そう、あの会議室でね。いや、私ね、紅生姜まだ健在だけど。紅生姜もね、自分で実際最近自宅で牛丼やるときに紅生姜欲しいよなと思って紅生姜買いに行くんだけど、はい、結構しますねあれ。ああ、まあね。スーパーで買うと、はい、うん、だからスーパーで買うと結構するということは、うん、牛丼屋にとってあの紅生姜のコストというのは馬鹿にならなくて、うん、なんかアホほど紅生姜入れる客いるじゃないですか。私はちょっと人のことは言えないんですけど、そうすると、うん、次に訴状に上るのは、牛丼屋は本体の値段がちょっとずつ今上がりつつありますから、きっと本体の値段で調整してるのかもしれませんけれども、ね、本体の値段であまりに上げて、客足がちょっと落ちてきたということになると、うん、今後、生姜は十分訴状。で、同じ文脈で言うとですね、はい、味噌汁食べ放題の牛丼屋っていうのがあったんですけども、あの味噌汁食べ放題の牛丼屋って、うん、チェーン店の一部からですね、すでに有料化を始めてるという。全店舗じゃないんですが。ああ、そうなんだ。だからなんかね、その手の無料で提供してますっていうやつというところからですね、はいはい、うん、ちょっとずつ、なんか足元からインフレが忍び寄ってるというのがね、実感としてこういうニュース聞くとよくわかります。正確にはお味噌汁はね、一杯ついてくる。食べ放題ではないそうです。そんな何杯もおかわりするか、塩分取りすぎで血圧上がるぞって、そういう風に飲みたい方もねいらっしゃるかもしれないし、ね、失礼しました、はい、7月11日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見ご紹介いたします、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。大阪府のカムちゃんさん、へいへい、辛坊治郎さん、牛丼屋さんの紅生姜も大好きですが、ステーキ屋さんのサラダバーも、そしてそのサラダバーのクルトンもなくなってほしくないです。あれ本当大好きなので、クルトン好き珍しいですね。クルトンって美味しいですよ。パンの小さいみたいなやつですか。そう、あのキューブ状になってちっちゃく、 あれがあるかないかね、スープとかサラダ、あれはねえ、そうですか。そうそう、あれだいたいあれだけ単独でスーパーで売ってたりするんですかね。あるあるある、ありますか、うん、買ったことないですね。人生でクルトンって買ったことないですね。あ、そうですか。ありますか。ある。
え、クルトン買ったことあるんですか。ほらスタジオみんな家のサラダにクルトン入れるんですか。で、こけますね、時々。はそういう文化はないですね。そうですか。確かにね、あのサラダ食べ放題も、でもね、あのサラダ食べ放題はあのかなり覚悟してると思いますよ。だから生姜とか粉チーズみたいに、はい、そりゃちょっとかけすぎだろうとか食べすぎだろうとかっていうのは、まあ、想定外かもしれませんが、あのサラダの食べ放題は基本食べ放題なんだから、うん、きっと何杯もこの客はこの客っていうか一般的に客はおかわりするだろうなということを前提にシステムが構築されてるとは思いますけどね。あのまあ、あの私もね、何回かあのただのサラダではね後悔したことがありましてね、まあ、まずあのサラダのボールみたいなやつ渡されて、食べ放題ですから勝手に取りに行ってくださいって言うじゃないですか、あれ食べすぎてですね、メインが来る頃にはお腹がサラダでいっぱいになっていて食べすぎるからですよ、本番のハンバーグ入らないみたいなことが。でもね、気持ちはわかります。ついついね、いろんな種類あるから全部食べようって思っちゃったりね、そうなんです、するんですよ。ゼリーがねデザートにあることが、多分ね単価が安いんでしょうね。なんか緑色とかオレンジ色のゼリーみたいなやつ、はいはいはい、私ねこれ好きなんです、結構でご飯前にあの緑のゼリー山ほど食べてですね、メイン、あ、鶏のなんかの鉄板焼きみたいなやつ食べられなくなっちゃうみたいなことが、それはちゃんと賢くね、人生の中では何回かありましたね。まあ、物には限度っていうのがありますからそうですよ、はい、そうですよ、まあ、いつまでもねそういった食べ放題取り放題が謳歌できるようにね。いや、食べ放題取り放題はそれで採算が合うようにできてるはずなんですけどね、きっと計算をねされてるとは思いますけどね。いや、それはそうでしょう。まあ、毎回毎回相撲取りの人が食べ放題に来たらえらいことになるでしょうけれども、平均的に食べる量とかっていうのは決まってるはずですから、だからまあチーズみたいにやっぱりね単価が高いので、とんでもない客がいるともうそれで一気に採算割れみたいなことになっちゃうんだろうなとは思いますね。ねえ、はい、さあ、まだまだご意見お待ちしておりますので送ってください。メールは zoom@1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は今イスラエル軍が過剰な実力行使を続ける背景とはという話題にズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。今イスラエル軍が過剰な実力行使を続ける背景とは。国連のグテレス事務総長は6日、イスラエル軍によるパレスチナ武装勢力への軍事作戦を過剰な実力行使と批判、イスラエルに国際法の遵守と自制を要請しました。占領地ヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプへの空爆と地上部隊の投入を近年で最悪の暴力行為だと非難し、空爆について治安維持の取り締まり行為とは言えないと指摘しています。さあ、今日はこの問題につきまして、中東研究がご専門で国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。高橋さん、ようこそ。お忙しい中ありがとうございます。どうぞお手柔らかにお願いします。いやいや、こちらこそなんですけれども、いらっしゃった時にお土産をいただきましてですね、先端技術安全保障研究会研究所か、先端技術安全保障研究所というところが出しているロシアウクライナ戦争の周辺という、これ新刊ですか。そうですね、4月の8日に出したんで。まあ、なんすかこの先端技術安全保障研究所って。国際政治を研究するんで、今サイバーとかドローンとかそういう新しい技術がとっても重要になってて、まあ、中東で実際にそれが使われてるわけですよね。それで先端技術とついてるわけだ。それがまあ今ウクライナの戦争でまた転用されてますよ、ね。はいはい、だからまあ、これまでやってきた伝統的な国際政治もいいんだけど、そういう技術的な側面にこう注目して勉強していきたいなという、そういう研究所を立ち上げたわけです。まあ、高橋さんはしかしそんな中でも特に、イラン問題の専門家ですよね。はい、もともとだからイランってペルシャ、これがまあ何回もこの番組でも申し上げてますけれども、なんか中東アラブっていうイメージですけども、
中東アラブと一括りにするとイランは入らないんですよ。イランはアラブじゃないんですね、これが。あそこはペルシャなんですね。だから、同じような、メメズの野田くったような字って言うと怒られちゃいますけど、メメズの野田くったような文字あるじゃないですか。ちょっとくにくにとしてね、アラブの文字。うん、はい、あれ、ペルシャでも、ペルシャ語でも使うんですが、ペルシャ語とアラビア語は全く言語として違うんですよ。だけど、使う文字は同じなんですね、あれ。そうですね。ですから、日本語と中国語で違うんですと、同じ漢字を使うというとよく似てますかね。いや、だからそのぐらい、だから、アラブっていうと、はい、アラブっていうとそうですね、イラン以外はそれ以外の周りはみんなアラブの国ですよね、はい、だけどイランだけはペルシャっていう別の文化っていうか、文化何が、まあ彼ら的には文明ですよね。だからイラン、まあ、ペルシャ6000年の文明という言葉が彼ら大好きですよね。中国の方が中国4000年の歴史とか5000年の歴史とか言いますけど、ペルシャの人は6000年って言うんですか。ペルシャ人は絶対負けたくないんですよ。はいや、だからイランとイラクってあるじゃないですか、はい、イラクっていうとこれはアラブですか。アラブですね。そうですね。だからまあ、サウジアラビアは当然アラブだし、うん、あの辺の、例えばまあ、UAE だの、なんだのっていうのは、みんなアラビア語を使いますから、アラブなんですが、イランだけは違うんですね。これ、ペルシャっていう、別の文明で、で、ペルシャ語の、で、もともと高橋さんはペルシャ語の専門家。ペルシャ語を勉強してて、それからアラビア語を勉強して、どっちもものにならなかったという非常に珍しい研究者なんです。いや普通の人は一つしかやらなくて上手になるんですけど。だけど、メメズがのたくったような字ってあれ読めるんですか？あれ右から左に書くんですか？そうですね。難しそうに見えるけど、そんなに難しくないというのが我々専門家が食っていける理由ですね。あれは何ですか？全く基本的なことが分かってないんですけど、アラビア文字っていうのは、アルファベットみたいな表音文字なんですか、表意文字なんですか。表音文字ですね。ですから、まあ、続けて書くんで慣れないと読みにくいんですけど、慣れちゃうと割と読みやすい。いや、例えばアルファベットって英語だと26だと、スペイン語だと27とかってじゃない、はい、ぐらいの数じゃないですか、はい、ペルシャ語だとかアラビア語で使うところの文字なんて言うんですかね。まあ、アルファベイって言うんですけど。アルファベイだからそもそももともとアルファベットって語源的にはアラビア語ですか。語源的にはフェニキア人が作ったんですよね。フェニキア人ですから、カルタゴとか作った人たちですよね。はいはいはい、はい、うん、だからあの人たちがアルファベットというのを作ったんですよ。ああ、うん、でアルファベイってのは何文字あるんですか。30いくつあって、ペルシャ語とアラビア語だと不思議な話なんですけど、はい、アラビア語には P の音がないんですよね。ははアラブ人は P が出ないんですよ。パピプペポが言えないわけですね。パピプペポって言うんですよ。今フランス人は何か言えないのありましたね。ハヒフヘホなんか、まあ、H は抜けましたね。 H 抜けましたよね、うん、だからまあペルシャ人は勝手にその P の音を作ったりとか、いろいろ手を加えて、まあパキスタンに行くとウルド語もちょっと違いますけど、アラビア文字使いますから、ない文字は発明して作ったということ。まあ、だ日本だって、漢字ね、峠なんて漢字、日本人が作った漢字でしょう。山辺に上下ですか。はい、そうですね。だから、それはそれで、とってもなんかそういう面では、こう、日本と中国が違うけれど似てるというのが分かってると、なんとなく想像がつきやすいかなとは思うんですけどね。でも日本語と中国語は言語として全く違うから、うん、それどっちかに学んだからといって別の言語ができるわけじゃないですよね。そういうことですね。だから日本語でもう何でもこう、外国語を入れて何とかするってくっつけるじゃないですか。Google する、はいはい、Google とかね。はいはい、ペルシャ語もそうで、まあ、なんか難しいアラビア語の単語とか、まあ、英語とかみんな入れちゃって、ペルシャ語で何とかするという単語があるんですよ。それをくっつけてピタって、だからどんどん語彙が増えていくと。なるほどね。さて、そのイラン、ペルシャの大国であるところのイランという国が、うん、まあ、いや、アメリカと敵対関係にずっと長年あって、でですね、はいはい、それでイランが核兵器を持とうとしてるんじゃないのかと、うん、それでこれに関してやっぱり核兵器をイランに持たれちゃ中東のバランス、力のバランスが崩れると。中東の国で核兵器持ってんのは、まあ、イスラエルは中東と言っていいのかどうなのか。中東ですか、やっぱり地理的には。まあ、地理的には中東ですね。まあ、心理的には多分そうじゃないかもしれないですけど、まあ、だからアラビア語圏でもなし、ペルシャ語圏でもない、中東の、まあ、西って言ったらいいのか、地中海の一番東って言ったらいいのか分かんないですけど、うんうん、だからパレスチナっていう場所なんですかね、あそこは。そうですね。だからそこにイスラエルっていう国がありますが、そのイスラエルっていう国は核実験はしてないんだけれども、核兵器持ってるっていうのは世界の常識で、うんうん、イスラエルでは実験してないんですけどね、かつて南アフリカと協力関係にあった時に、おそらく、ナンビアって、
ところで、はいはい、砂漠でやったんじゃないかなというのが、まあ、定説ですか、はい、定説ですか、まあまあ、いずれにせよイスラエルには核兵器があるんだけども、それの周りにある、例えばまあ、イラクであるとか、ヨルダンであるとか、UAE であるとか、バーレンであるとか、いわゆるアラブの国で、エジプトもそうだし、核兵器持ってるとかどこにもないんだけれども、その、まあ、いや、ペルシャ語圏なんで、アラビアではないとは言いながら、イスラム国、イスラム圏であることは間違いないわけで、イスラム圏のイランに核兵器が、まあ、置かれるっていうか、持つという事態になったら、イスラエルとしてはとてもじゃないけど、承服できないし、イスラエルの後ろ盾にあるアメリカもとてもじゃないけど、承服できないし、国際社会も、そんなイスラム教徒みたいな物騒な人たちが、まあ、ぶっちゃけね、そういう思いの人が多いと思うんですが、物騒な人たちが、核兵器なんか持ったら何するか分かんねえじゃんかよ、みたいな思いは、多分、世界の共通的な認識としてあると思うんで、どうやったってイランには、核兵器は持たせたくないと。だけどもうギリギリのとこまで来てるんでしょ、うん、そうなんですね。で一つはね、アラブでもないしペルシアでもないんですけど、パキスタンはもうすでに持ってますからね。だからイスラム教徒が持ってて、まあそれもあんまりみんな面白くないんですけど、もう持ってるからしょうがないんですけど、パキスタンに関して言うと、やっぱりインドと仲が悪くて、インドが核兵器国なので、インドに対抗するためにパキスタン持ってんじゃないのというぐらいの認識で、だから我々の認識としては、我々って言っていいのか分かんないですけど、うん、私の認識で言うと、パキスタンの核っていうのはインドに向けられてるから、まあ、それ以外の地域にはあんまり関係ないんじゃないのっていうような認識なんですけど、それ間違ってるんですかね。基本的にはまあインドが持ってからパキスタンも持ったんですが、ただパキスタンの場合はその核の技術をこう勝手に輸出しちゃってね。北朝鮮の核兵器はどうもパキスタン発っていう説がありますよね。そうなんですね。ですから北朝鮮そしてパキスタン、どっちも経済状況悪いでしょ、はい、だからお金に困ってこう核技術あるいはミサイル技術をこう売っちゃうんじゃないかっていうのが、懸念の一つですね。どうなんですか、パキスタンと、イランって、まあ、言うや、間にアフガニスタンが入ってる中途って、まあ、ややくっついてる感じじゃないですか。はいはい、だから、パキスタンの核技術がイランに移転されても、まあ、そんな不思議はないよなと思うんですけど、そんなもんでもないんですか。パキスタンとイランは、まあ、幸いかどうか仲が悪いんです。仲悪いんですか。はい、で、まあ、お互い、牽制し合ってますから、パキスタンの技術がイランに流れようという心配は、とりあえずは、まあ、ない感じですけどね。ということは、イランが核兵器を持つためには独自で開発するしかないということですね。今のところは、まあ、そういう感じですね。どのぐらいのところまで来てるんですか、イランの核兵器は。イランの、まあ、もちろんイランは核兵器を作るつもりはないと言ってるんですけどね。ただ、核兵器を作るために必要な濃縮、ウランを濃縮する。はいはいはい、はい。で、それを9割まで高めると、核兵器の材料になって、イランは6割まで来てるんですね。まあ、でも、核技術的に言うと、6割までの濃縮ウランって、もう、核兵器級のウランまで濃縮するあともう一歩っていう直近っていう感じですよね、もうダッシュすればすぐという感じで、まあ、手を伸ばせば届くかなっていうんで、まあ、業界用語は敷居ってありますよね、家の敷居、はいはい、スレッシュホールド、はい、スレッシュホールドですね。だから、まあ、核兵器の敷居国家というような言い方をするんですけど、イランは敷居の上に立ってるという状況ですね。それで今まで中東の国が核兵器を開発しようとするとイスラエルが空爆かけたりですよ、はい、それから、まあ、イランに関してもウランの濃縮装置の遠心分離機のコンピューターを操作してですね、濃縮を潰したりとかっていろいろこうあの手この手で潰しにかけてますよね、はい、今回はそういう手は使えないんですか。もちろんこれまで、ね、イランの科学者が何人も暗殺されてますし。誰が暗殺してるんですか。発表してる人はいないんですけど、みんなイスラエルの方を見てますよね。イスラエルにはモサドという強力な暗殺部隊を持つスパイ組織がありますよね、うん、でもちろん辛坊さんおっしゃったようにサイバー攻撃で遠心分離機を壊したりとかいろんなことをやってきたんですけど、イランというのはやっぱり人口も多いし何人か殺したから止まるというようなもんじゃないんですよね、はあ、科学者もたくさんいるからどんどん濃縮を進めてきているということで、でこれまでは例えばイスラエルはイラクの原発をというか原子炉を破壊しましたし、はい、シリアの原子炉も爆撃して破壊したんですね、でイランはどうかというのは一つは、ね、遠すぎるんですよ。イスラエルから重い爆弾を積んで、イランまで飛んで行って爆弾を落としたら帰れないんですよ。はあ、だから途中でどっかに基地を借りて、いや途中は
イスラエルの敵ばっかりだからそんな基地借りられるところなんかないじゃないですか。そうなんです。それか空中給油機ですよね。あの要するにガソリンスタンドを空を飛び出る供給を飛ばして空輸出と、まあ、イスラエルはその技術は持ってるんですけど、はい、でもそれも同じことであの大きな飛行機を誰が、ね、自分の上空を飛ばしてあげるかと、あのその敵対する国の上空で空中給油なんかやってたら下からミサイルで攻撃されたら一発ですもんね。それそうなんですね。だから技術的には可能ですけど、まあ、あのちょっとやりたくはないよねと。パイロットも爆弾を落として疲れてますし、はい、でイラン側の対空砲火でねあの飛行機があの損傷でもしてたらやっぱり技術的に大変難しくなるということなんですね。だからもう簡単ならとっくにやってるんですよ。だから難しいからこれまで起こってないということですね。となるともうあのイランが核兵器保有国になるのは秒読みって感じですか。いやあの少なくともイラン、イスラエルもアメリカの諜報機関もイランが核兵器開発にダッシュしてる証拠はないと言うんで、だからイランはいつでもできるぞという状況までは来てるんですけど、それから先どうするかっていうのがみんなが見てるところで、どうなりそうなんですか。一つはもうそこまで来れば十分にみんなが怯えてイランを尊敬してくれるからそれでいいと。でこれをテコに、まあ、あの経済制裁の撤廃などの、 あの交渉をしたいということが今のところ見えてるあのイラン側 の、 あの思惑ですね。でアメリカ側も爆撃するわけにもいかないし、だってもう来年大統領選挙ですよね、十何ヶ月後。だから新たな戦争は始められないしというんで、まあ、イランにウラン濃縮6割以上はいかないというのを約束させて、その代わり、まあ、アメリカが封鎖しているイランの資産を一部解除しようというような交渉を、まあ、こそこそとやってるという。まあ、そのイランってあのペルシャでアラブとは違う、そのもっと大きな理由、もっと大きな違い、もっと大きいかどうかはともかくとして、あの同じイスラム教なんだけれどもサウジアラビアなんかはスンニ派という、うん、はい、でもう一つ大きな、まあ、宗派であるところのシーア派というところが、まあ、イランはシーア派の大国だから、イランがシーア派の大国でサウジアラビアがスンニ派の大国で、ここはまあ言うや宗教的な背景もあって、まあ、近年特にあんまり仲が良くなかったんだけど、中国が間に入って、うん、まあ、言うやあれを国交回復ですか、国交回復何が起きてるんですか。ここ で、 ここで要するにサウジが思ったことは、もうイランの核開発は止めようがないということでしょ、はい、それからイランに辛く当たってもしイランに攻撃されてもアメリカは守ってくれないということですよね。で2019年にサウジアラビアの油田地帯が攻撃される事件がありました。イランは俺がやったではないって言ってるんですけど、ドローン攻撃みたいなやつですね。そうですね、はい、みんなイランがやったと思ってて、で当然のでイランがやったんですか。はい、まあ、イランがやったとみんな思ってて、で当然サウジが期待してたのはアメリカがイランに仕返ししてくれると思ってたら、あの当時トランプさんですよね、はい、もう超サウジ人の大統領で、おい頑張れよ、お前がやるんだったら応援しないこともないよとか、後ろから応援してくれるということを力強く言うんで、サウジは今まで毎年何兆円も、ね、武器を買って、要するにあれあの、ね、あの暗黒社会のみかじめ料ですよね、でいざとなったら親分向こう向いちゃったっていうんで、サウジはあこれは無駄金だったなということで、イランと喧嘩してイランに叩かれたらアメリカ守ってくれないんだということになったら喧嘩するわけいかないなって、なんかした方がいいというんで、いやいやながら、まあ、イランと交渉して、で、まあ、ずっと交渉はしてたんですけど、中国がこう入ってきていい格好したいって言うんで、じゃあお前が仲介したことにしていいよというんで、なるほど、中国に花を持たせてアメリカに嫌味を言ったという形になるわけですよね。で今日の実はまあ本論の話をする時間がもうあんまなくなっちゃったんですが、はい、先ほど増山さんが伝えてくれた部分でいうと、最近ちょっとイスラエル軍って、はい、あのイスラエルって、一応その国際的にはですね、うん、イスラエルのちょっと東ウエストバンクっていう、はい、あのヨルダン川西岸地域っていうののところと、それから南の方のガザ地区っていうこの2箇所は、はい、いやまあパレスチナ人が自治していいよっていうところのはずなのに、うん、ここで最近イスラエルが無茶してですね、うん、いっぱいあの爆撃して人殺したりなんかして、はい、でさらにあのイスラエルのその入植者っていうんですか、はい、いやまあそのヨルダン川西岸ってパレスチナ自治区なんじゃないのっていうところにどんどんユダヤ教徒を送り込んで、はい、農地拡張したりなんかしてて、はい、何やってんのイスラエルって、何目指してんのっていう、これについては
まあ、一つはもうパレスチナ人が国は絶対できないなと諦めさせようというのが一つあって、ええ、なんで今こんなに やってるのかというのは、この間の選挙で、まあ、そういう超ナショナリストというか人種的な選挙ですね、人たちがたくさん議席取って、それが、まあ、あの連立内閣に入ったんで、ええ、あのやろうやろうというのを言ってるのが一つと、あんまり和平が進まないんでパレスチナ自治政府が全く権威を失ってもあのパレスチナ人は抑えきれないんですよね。でお前らは交渉もできないし何もできないんだったら俺たちが体を張って戦ってやるっていうんで、若い人たちが銃を取って、まあ、イスラエル側から言わせるとテロが激しくなって、はいはい、だからパレスチナ自治政府がもうパレスチナ人を抑えきれなくなってテロがあると、だったらあの面倒見ようぜってんでイスラエル軍を送り込んでると。なるほど。で、まあ、一番気にしてるのはアメリカの対応ですよね。でバイデンさんはもうパレスチナ問題は片付かないんだから俺は知らないと、だから何もしたくないと、あのとりあえずバンドエイド貼ってごまかして次の選挙まで行きたいと思ってるから何もしない、それが分かってるから、まあ、イスラエルはアメリカの足元見てやりたい放題という、こういう構図ですかね。いやでもね、私ねこの問題深刻だなと最近特に思うのは、最近あの旧約聖書をですね、はい、睡眠薬代わりに毎晩読んでるんですよ、はい、で旧約聖書ってユダヤ教の聖典じゃないですか、はい、でそれ読むと要するに、あこれを信じてるユダヤ人の人たちってあのパレスチナの土地というのは神様からもらったもの で、うん、で神様がどんどんあのそこにいる人たちをどんどん殺してでも排除しろみたいなことが聖書の中にどんどん出てくるわけですよ、はい、これ本気で信じてたらそうするよねっていう、これそう簡単に解決しないなと思うんですが、まあそうですよね。ただまあ2000年間まあまあ仲良くやってたんですよね、ユダヤ教徒もね、はい、イスラム教徒もキリスト教徒もね、だから急にそんなこと言われてもなって、まあ聖書の読み方もいろいろですからね、あのなるほど、うん、だからまあ2000年前のあのモーゼはね、あそこは神様にもらった土地だというのも確かですけど、はい、あの旧約聖書にあるメッセージは何時殺すことなかれ何時盗むことなかれだから、まあそうですね、あのそっちの方を大事にしたらとてもそんなことはできないんで、あのご追放のどこを信じるかですよね。なるほど、ありがとうございました。ちょっと時間がなくなってしまいまして、ぜひまたあのいろいろ教えてください。はい、お願いいたします、はい、失礼しました。最近なんかあのイラン旅行されたそうで、ちょっとその話、そんなお話もぜひ今度よろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼しました。7月11日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、体温計にあなたは37度ですと言われた時に聞きたい曲。今日昨日かの辛坊さんの体験談からですね、はい、上尾市の44歳のラジオネーム小日正さんは、体温計にあなたは37度と言われた時に聞きたい曲は小林明さんの熱き心にです。ね、うん、まさにぴったりですね。気温を吹き飛ばすような熱き心でと。ありがとうございます。それから千葉県市原市64歳のラジオネーム天然よっこママさんは、今日のズモンリクエスト、ズモンミュージックリクエストのお題、体温が37度だった時に聞きたい曲、体温37度、すなわち微熱なので、郷ひろみさんの昔懐かしい曲、二十歳の微熱をお願いします。二十歳の微熱ね。足立区のシェルドンさん、44歳男性は、仕事しながら拝聴しています。ありがとうございます。ありがとうございます。体温が37度だった時に聞きたい曲は、リサのホムラ、ね、これってあれです、鬼滅の曲ですか。あ、そうです、そうですね。心を燃やして生放送頑張ってくださいと。鬼滅ってまだやってるんですよね。あのっていうか、い私ね、あの連載を最後まで読んじゃったんですよ、はいはいはい、連載最後まであの、まあ、漫画でコミックで読んじゃったんで、うん、ストーリー全部分かっちゃってるもんですから、その後あのテレビシリーズなの、はいはい、映画だの言われても、もう結果知ってるしなみたいな。あ、ファンの方はもうそれはそれなんですよ。そうですか、ね、それで言うとね、うん、進撃の巨人は最後まで読んでないんですよ、うん、あるんですけどね、机の上にコミックの最終巻はあるんだけど、はい、読んでないんで、うん、あれがあの中途半端にアニメがですね、ファイナルシーズン、ファイナルシーズンって言ったっきり終わらないんですよはい、はい、多分あと3話で終わると思うんですけど、はい、そのあと3話がないんだわ。あら、
これ死んじゃう前に終わってくんないとですね、すげえ心残りで、あれ一体どうやって終わったんだっていう。ね、辛坊さんの残りの寿命をちゃんと守ってね、終わっていただけるといいんですけど、ね。なんてこと言うんですか港区の52歳の女性、昔々のレースクイーンさん。クレイジーケンバンドで37度。そんな曲あるんですか？あるみたいですよ。すごい。すごいですね。ねえ。はい。それから62歳市川市にお住まいの野菜肉さんは、スピッツで空も飛べるはず、平熱が 36.5 度ぐらいの私にとって37度は微熱かなということで、あ、確かにね、幼い微熱王から始まる素敵な曲をリクエストします。空も飛べるはずは、うん、まあ、名曲ですね。そうですね、はい。熊谷市、埼玉県ヌメさんで、あ、違う、メヌさんだ、59歳の方、石野真子さんで狼なんか怖くない、リクエストします。1億5000万キロの彼方からお日様に照らされて熱が37度ありますと言われたら、熱が出るわと誰かが言ってたわ、ヒットソングの言葉だったかしらっていう歌詞が、あ、そうなんですか、あったかも、あったかも、うん、あったかも、あったかも、確かに、はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市のまこじゃんさん、54歳男性は、へーへー、あまりの気温の高さに辛坊さんも顔がほてっていたんですね。顔がほてる、ほてる、ホテルということで、島津豊さんのホテルはいかがでしょう。なるほど ね、 ね、お考えくださいましたよ、いろいろ。皆さん本当にありがとうございま す、うん、ういます。そうだな、今日は飯田浩司君方向で行ってみようか。お、そうですか。ズモンミュージックリクエスト、本日は小林明、熱き心に。あ、そっちですね、はい、はい、わかりました。エンディングでお送りいたしますので、楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。トルコがスウェーデンの NATO 加盟に同意。先ほどのニュースでもお伝えしましたが、北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は昨日、トルコがスウェーデンの NATO 加盟を支持することに同意したと明らかにしました。今日から開かれる NATO 首脳会議を前に大きな進展が生まれ、ロシアに対する防衛力が一層強化されます。さて、どこから説明したらいいですかね。NATO に関しては説明しなくても大丈夫ですか。まあ、この番組の中で時々辛坊さんが、まあ、NATO ね、ノースアトランティック、なんだ、トリーティーオーガナイゼーションか、北大西洋条約機構。基本的にあの第二次大戦っていうのが1945年に終わりますよね、はい、で1945年の第二次大戦の間中は、まあ、あの中身はともかくとして、表面上は、いわゆるその枢軸国という日本ドイツなどと、戦争するためにあのアメリカヨーロッパ、ソ連は手を組んでいたわけでありますけれども、はい、やっぱり第二次大戦が終わってですね、ソ連を中心とする共産主義国家とアメリカを中心とする、まあ、資本主義というか民主主義国家との間の対立がもう明らかになってきて、それはやっぱりソ連共産主義の、脅威に備えるためにはということで、まあ、あのヨーロッパの国々とアメリカとカナダですね、だからその大西洋って、日本はあの太平洋に面してますけど、はい、大西洋に面した東側が、大西洋を真ん中に考えると東側がヨーロッパで、西側がアメリカカナダなんで、はい、この北大西洋、大西洋の北側の周辺国で軍事同盟を作りましょうと、はい、軍事同盟です。だからまあ日米安保条約のヨーロッパ版みたいなもんですが、うんうん、だからあのソ連の共産主義国の脅威に、まあ、みんなで協力して対応しましょうと、はい、で、トルコは最初の時の加盟国なんですよ、うん、ここが非常にややこしくてですね、トルコってまあ今のエルドアン大統領の強権体質っていうところからすると、ちょっとヨーロッパの民主主義という国のクオリティから言うと
どうなんだろう。だからトルコはですね、EU、ヨーロッパ連合の中に入れてもらえてないんですね。トルコは、いや、ヨーロッパ連合に入りたいって言ってるわけですけども、ヨーロッパの人からすると、ちょっとね、まあ、トルコ人ってやっぱりヨーロッパの中で差別されてるところも、若干私なんか、ヨーロッパ旅行すると、あ、トルコの人差別されてるよなっていう感じを受ける時があるんで、トルコの人たちもよくわかってるわけですよ。で、トルコの西側にイスタンブールっていう歴史的な都市がありますね。あそこはかつてコンスタンチネチノープルとかビザンチウムとかいろいろ名前は変わってるわけですけれども、本当に歴史的な素晴らしいところなんだけども、どうもやっぱりヨーロッパの人のイメージからすると、このトルコの、トルコは首都は内陸のアンカラっていうところなんですけども、はい、イスタンブールっていうのがまあ大きな都市で歴史的な都市なんだけど、ここがいわゆる東洋と西洋の間っていうイメージなんですよ。と、このボスプラプス海峡っていう、この黒海から水が流れ出てくるところの、地中海に流れ出てくるところの海峡があるんですが、ここにイスタンブールという都市があるんですが、ここから東側っていうのがなんとなくアジアっていう感じなんですね。アジアっていう感じなんです。そうするとね、EU のに入れてやるっていう話になった時に、トルコは EU じゃねえんじゃないのっていうような意識も多くのヨーロッパの国にあり、はい、で、トルコはまあやっぱりヨーロッパだっていうアイデンティティも一部にあるもんですから、やっぱり EU の一員になりたいけどなって長年思ってんだけど、入れてもらえてないわけですよ。だけど NATO になんで入ってるかというと、はい、第二次大戦のいわゆる戦勝国の一角なんですね、ここは。NATO、トルコという国は、はい、トルコというのはオスマントルコ以来もう本当に長い大きな歴史があって強大な国だったんですけども、その後まあいろいろこう領土を分取られてですね、どんどん小さい国にはなっていたんですが、第二次大戦の時には、いわゆるその連合国として、ドイツ日本と戦うわけですよ。ドイツ日本と戦う位置にトルコはあったんですね。そうすると第二次大戦が終わった後、西側でいわゆるその共産主義の脅威に対抗するために軍事同盟作りましょうっていう時に、第二次大戦の要するに戦勝国の一角なんで、はい、その NATO に入りやすかったんですね。だから NATO の創立の時からのメンバーではあるんだけれども、EU に入りたいんだけど入れてもらえてないっていう、ものすごい微妙なところで、トルコのエルドアン大統領はどうやら今回水面下で、はい、そんなにスウェーデン NATO に入れたいんだったら、なんとか EU にうち入れてくんねえかなっていうようなことを水面下で話し合ったんじゃないの。で、直前にですね、数日前にアメリカのバイデン大統領はトルコのエルドアン大統領に電話をして、今日から始まるのかな、明日からかな、まあ始まるバルト三国って北の方から、エストニア、ラトビア、リトアニアっていう、はい、これ旧ソ連の時の国ですけども、はい、旧ソ連があった時はソ連なんですけど、その後ですね、独立した後 NATO に加盟してるわけですよ。で、ここはやっぱりそんなもん NATO にでも加盟しないといつ何時ソ連、ロシアにね、侵されるか分かんねえからっていうんで、その一番南側のエストニア、ラトビア、リトアニアというところで NATO の首脳会談っていうのがこう行われるわけですね。今週行われるんですが、その会議の中でどうもスウェーデンは NATO に入れてもらえることにどうも最終的になりそうだっていうのがさっきからのニュースなんですが、はいはい、そうなったのはずっと反対してたトルコがですね、もうこの首脳会談に合わせてもう入れてやるわっていうところで態度を翻したんですが、なんで態度を翻したかっていうと、数日前にアメリカのバイデン大統領がトルコのエルドアン大統領に電話をしてるわけですよ。どうやら水面下で、で、トルコがやっぱここまで突っ張れてたのは、表面上はスウェーデンがトルコが、テロリストだと認定しているクルド人の、団体を国内に囲まってるとか、はい、この間スウェーデンの中でトルコはイスラム教国ですから、うん、コーランを市民団体が焼くみたいなとんでもないことしてるから、スウェーデンなんか入れてやるかっていうのが表向きなんだけど、本音で言うと、うん、最終的にスウェーデンが NATO に入ることはもう認めざるを得ないだろう。だけど、できるだけ高く売りたいというところで抵抗してきて、で、ここへ来て妥協したというのは水面下で何かあったはずだと。当然、
世界は思っているのでございます、はいはい、ということで結論としてはトルコがスウェーデンの NATO 加盟に同意したということなんですが、どうやらその加盟したという加盟するということに同意するに至ってはトルコはやっぱり水面下でかなりの何かのやっぱり利益を得たんではないのかというのが国際社会の読みであるとというような状況の中で、 NATO ってさっきから言ってるように北大西洋条約機構じゃないですか。ところがここのその首脳、ね、エストニア、ラトビア、リトアニアのリトアニアで開かれている首脳会談に岸田総理が出るために今日わざわざ行ってるわけですよ、まあはい、ね、関係ねえじゃん日本はっていう話なんだけど、ね、今回の首脳会談に呼ばれてるのは日本だけじゃなくて韓国、オーストラリア、ニュージーランド、この辺りも呼ばれてるわけですよ、うん、招待国ということで、うん、アメリカが基本的にやっぱりこの中国非常に気の臭い、気な臭いことになってるから東アジアの日本とか大西洋関係ねえじゃんっていうオーストラリアとか日本とか、韓国もこの NATO の枠組みに入れてやっぱり中国に対しての牽制力を働かせたいっていう思惑がもう本当に鮮明に見える今回の NATO 首脳会談。まあそこに岸田さんのこの子行くかって話なんですが、まあもう行っちゃってますから ね、そうですね、出発してます、ね、はい、というのが今起きていることです。はい、以上ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、上尾市小日正さん、葛飾区城南島の正春さん、君津市ふみふみ23さん、渋谷区中一秒怪我三本さん、4人の皆さんからのリクエスト。小林明、熱き心に。うん、なんかね、なんとなく1960年代の曲かなとこう思ってたんですが、すごい古い曲かなと思いました。1985年、ねえ、作詞が阿久悠さんなんですが、作曲が大滝詠一さん、はい、確かに言われてみりゃ、はい、大滝詠一ワールドだなっていう感じはしますけど、なんとなくやっぱり曲の感じにね、大滝さんの香りがしますよね、はい、小林明さん、ちなみにご健在です。はいはい、はい、いい歌です。この後の日本放送はショーアップナイターをお送りします。東京ドームで行われます巨人対広島戦、解説江本孟則さん、実況山田徹アナウンサーでお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは、 NATO 首脳会談開催、ウクライナへの長期支援が焦点、ウクルインフォルム通信編集者の平野隆さん電話でご出演だそうです。アメリカ FRB3 つの銀行破綻で金融機関の最も厳しい規制の対象拡大へという話題も取り上げます。で、この番組は NATO 首脳会談、バイデン大統領の策略はということで、バイデン正解です。え、正解ですか。ゲストの海野素央さんを招きいたします。バイデン、そうなんですよ、すごいですよ。海野素央さんね、リスナーさんには見えてないはずなんですけれども、海野さんがいらっしゃるとですね、あのテーブルの上に小さいカード、なんかアメリカ式ですね、確かにアメリカのね大学の図書館にあれたくさん売られてますけど、 そうなんですか、そのカードがいっぱいになるんですか。1枚も使ったの見たことがないというフリップ忘れて帰る。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。